これから事故の映像が流れますこのような事故が数多く起きていることをご存知ですかおい和也ボールが回ってる時は友川に行くなってすみませんでもなんか絡まってるみたいでんああありゃロープだな他から遠くないこの辺りでは。 網にいろんんなゴミが引っか,かるんですよくあることなので人に注意をしておきながら自分は完全に油断していましたこっちに合わせてボールの速度を落としてはいこのまま巻き上げながらゴミ取っちゃうから止めなくていいですかいいいい時間がもったいない

およそ11.5人が休業4日以上の事故にあっているとされています。これは一般船舶よりもはるかに高く、建設業と比較すると2倍以上の数値となります。また、事故は特に20トン未満の小規模漁船で多く発生しています。このような小規模漁船では、家族経営や一人親方による操業が多いことから、より一層、 自分自身で安全対策をしっかりと意識しておくことが必要となります。直近でも多くの漁船事故が発生しています。例えば、冒頭で見ていただいたような漁船の巻き上げローラーによる死亡事故が令和4年4月に巻き上げ漁船で発生しています。また6月には海中転落による死亡事故も発生しています。 事故の発生は決して他人事ではなく、一瞬の判断の誤りなどで誰にでも起きてしまうことなのです。漁業ではどのような事故が多いのか類型を見てみましょう。まず冒頭で見ていただいた機械への挟まれ、巻き込まれ事故、ウインチなどの巻き上げ機械を使う漁業種類の方は特に注意が必要です。 次に、船の氷や魚のぬめりなどで滑って転倒する事故です。転倒の際に、船の突起などにぶつかると、大けがにつながることもあります。そして、海中に転落する事故も多くある事故の一つです。ライフジャケットの着用はもちろん重要ですが、ライフジャケットを着用していても、一人で操業している場合は、自身で船に戻れなかったり、 他の船とも連絡が取れず、救助が間に合わない場合が非常に多くあります。事故が起きた場合、どのような影響があるのでしょうか。まず、怪我をすると、肉体的、精神的に大きなダメージを受けます。指を失うなど、後遺症が残るケースも多くあります。次に、漁業経営や家族への影響です。 現場復帰までの期間が長引くと収入が減ってしまい、経済的にも大きなダメージを受けます。最悪の場合、漁業をやめなければならないこともあります。こうした場合は、家族の将来設計などにも大きな影響を及ぼしたり、悲しませることにもつながります。さらに、地域漁業への影響もあります。漁業の担い手が事故で減ってしまうと、 地域の産業としての漁業も衰退してしまいます。貴重な後継者を失うことは地域の未来を失うことと同義です。新しい担い手を増やしていくためにも漁業がより安全な職業になることは欠かせません。本章では漁業事故についてどのような事故が多いかや影響などについて見てきました。次の章では具体的に どのようなことに気をつけていくべきかを見ていきましょう。